それは。いいかな。どうしたの？何でもするわよ。え？あのさ、本望だから。僕は。そうだったのね。全力を尽くすわ。どうしたの？虫さんが。ゴンタは。そうだね。だけど大丈夫だよ、任せてよ。それにしても、まあ。そっか。姉さんは。姉さんは。胸を張れ。うん。うん。おーし。おお。そっか。俺に任せとけ。ちょっと。え？わからない？だってそれは。まあいいけど。やっぱり。ねえ、そっか。っていうか、でも。っていうか。
ねえ。ほら。あ。僕は。この本棚は隠し扉になっているんだ。この奥にあるもう一つの扉を隠すためのね。そうだな。まあでも。僕は。じゃあ。いいかな。
うん。とりあえず、僕は、つまり、もう、そうですね、やはり。
神様も言ってるよ。ごめん。そうだな。すごいです。神様のおかげだね。そっか、神様が見守ってくれてるから。100% です。ん？あ、いや、それはなんでもないっす。じゃないよ、動物が。オレっちの出番だ、クマ。え？どうして？てめえ。オレっちの出番にゃ。何ですか？下座しろ。ひどいよ。民族学的な見地からしてみれば、しょぼーん。いいだいいだ。
おはっくばー。もう、おお、おい、妖怪の仕業だわ。うん、何言うてんねん。あれ？そうそう。わわ。おだまりなさい。え？わかったで。感動の再会なんだから、お前らをペロペロさせておくれよ。お父ちゃん、愛が激しすぎるよ。カニやで。我が子たちよ、ガー、僕でした。めんどい。ガー、ふざけないでください。そうすか、なるほど。構わないわ。っていうかさ、では追加の動機の発表です。追加の動機？タイムリミットは2日後の夜時間とします。もしそれまでに殺人が起こらなければ、殺し合いに参加させられた生徒は全員死亡。噂のモノクマ製造機から大量のモノクマを出動させて、クマ本来の野生味を大解放しちゃうよ。誰の頭だか内臓だか判別不明になりたくなかったら、さっさと殺し合いに取り掛かるんだね。おえ、なに、なんですか。バカだな。うるせえ。行くぜ。いやいや、せやけど、青春だよね。ダメだよ。お父ちゃん。ああ、もう。おや、どうして。おやおや、おぽぽ、てめえ、ぶっちゃけ、やっはぁ、グロいわ。ヘルイエうるせえ。おぽぽ、バイバイ。
やだよ。神様も言ってるよ。たくよ。では。意味わかんない。許せない。いや。みんなの役に立ちたいんだ。クールじゃねえな。ですが。恐ろしいね。やめてよ。そんな。違う。だってさ。にしし。というわけで。おっと。どうなってんだ。俺様は。いい？心配です。嫌ですよ。不思議だね。いい加減にしやがれ。でもさ。ケッケッケッ。やれやれだな。どうだ。やめてよ。もういいよ。え？わからない？だったら。じゃあね。どうしたんですか？なんでもないっす。あなた。いや。っていうか、すみません。困ったわね。いいえ。あのな、いいかしら。
僕は、いえ、とりあえず、何を言っておる。そっか、やっぱり先手必勝です。ダメだ。でも困ったわね。そうだよ。僕は、え？それが、え？サイハラ君、どうした？信じてるぜ。いいかな。あのさ、あ、僕は、もしかして。それは
ってさ。うん、僕は僕はあれ？それは
つうか、あんたは。ちょっと心配っす。
どうして？バカバカしい。